宇宙がビッグバンから生まれて1秒後に地球ができるようなエネルギーの量になるのを計算すると10の15乗分の1という途方もない数字、そして約40億年間も生命が絶滅しなかった確率は、日本の大学教授が計算してますが 15分の1と、こんな途方もない確率で生かされているということは何を意味するかというと、宇宙には確実に生かそうとする意志があって、生きろと言ってますよね。生きろと言ってる以上は必ず生きる道がある。今日の疫病とか、あるいは戦争のリスクとかですね、あるいは政治経済システムのぎくしゃくとした状態っていうのは、これは産業革命以来ですね、知識を使ってですね、人間が自然とか社会とかそういうものをですね、思うままにコントロールできると考えたけれども、実は反作用が来たと、このその反動がですね、大きく来てるんじゃないかと思います。考えてみると、この作用に対しての反作用というのは必ず自然界でも起きるわけですね。今はっきりとこの反作用がですね起きてるんだろうというふうに思われるわけですね。で、実は科学者の中で作用と反作用を唱えたのはアイザック・ニュートンという人なんです。この人は世の中の本質を見て、世の中は感性というものでほぼほぼ成り立っている。感性というのは、この止まっているものはずっと止まるし、走っているものはずっと直線運動を続けるというですね。つまり、同じ状態に慣れ親しむと、なかなかそれを変えることができませんということをですね、彼はですね、自然観察から発見していくんですね。で、もともと彼はですね、その科学者になる予定ではなくてですね、実は家業が農業経営やってたんですね。なので14歳の時に、この学校を辞めるんです。そして、実家の農場に戻るんですよね。そして、このところがですね、農作業には全く没頭することができず、ぼーっとして日々を過ごしておったということですね。その親戚の人がですね、この子は農業よりも学問が向いてるぞということで、また再び大学に戻ってくるんです。ということで、この、彼の生き方を見るとですね、初めからやろうとした方向に行ってないような気がするんです。で、意外と物事を成功させた人っていうのは、最初から意図した方向に人生がそのまま直線上に流れていったかというと、結構紆余曲折で、あることが多いですね。このご多分に漏れずニュートンもですね、この当初はさまよったわけです。実は彼が24歳の時にペストが流行するんですね。ペストですね、疫病が流行するんです。多分その洞察力のある彼のことであります。どうしてこんなものが起きたんだろうと。そしてこれに対して人間の知力っていうのはその限界があるんだろうかと、何をやってもダメなんだろうかと、いうふうにですね、考えたと思うんですね。こういう大きな困難に直面するんです。簡単に言うとですね、このままこの産業が進むと思ったらペストが邪魔をしたと。分かりやすく言いますと、これこそが作用と反作用なんですね。ですから力と権力を持った者がどん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 ですね、領域を広げていって産業を起こしていったら豊かになると思ったらペストが邪魔したという、こういうことなんです。ということで、僕はね、この作用と反作用をこの発見したのはリンゴというよりはですね、この彼の洞察力、実体験がベースになってるんじゃないかなと。だから科学の理論というのは、抽象的なものというよりは、結構実体験がですね、ベースになってることが多いんですね。ということで、この意外とですね、世の中には、この思い通りにならないことがたくさんあるぞということに気がついたんです。で、そういったことをですね、このペストなるものの事件をきっかけとしてですね、考えたんじゃないかな。そうするとこの図式でいくと、思い通りにしようとすることを作用と考えますと、それに対して思い通りにならないということはですね、反作用ということになります。つまり彼が
物理学の世界で作用・反作用の法則を発見する以前に、すでに彼の実体験の中で、大体この地球というか、この惑星というか、この人生というものは、作用を加えると逆に反作用が来るというふうに彼は洞察したんじゃないかなと思うわけなんです。で、まあ、彼はあくまで科学者でありますので、作用と反作用というところで、世の中というのは思い通りにしようとしたら逆にそれを阻むような、つまり思い通りにならないようなことが起きるよ、ということの、まあ、説明で終わってるんですけどもこれって、まあ、どういう意味かなと、まあ、今日コロナで苦しんでる私たち、ニュートンはペストで悩んだんですよ。悩んで物理学の理論を発見した。そしたら今度は私たちはですね、このコロナの苦しみの中から違うもっと広範な人生観をですね、発見するときに、まあ、来てるんじゃないかなとこう思うわけなんですね。で、これは今回はたまたまそのコロナという非常にこう具体的なそのウイルスが介在しております。なので、まあ、ウイルスのせいだと言えば言えないこともないんですけども、もしかしたら私たちがこのコロナで苦しむ以前からちょっと実は無理を重ねてきたんじゃないかと、無理に無理を重ねてきて、その反動が今回コロナをきっかけにドーンと来たような私は、まあ、気がするんですよね。そこで最後の一撃でコロナ君が私は登場したんだ。フランクルという哲学者が言ったようにですね、世界に疑問を投げかける前に世界が私たちに問いかけてる。明日からどう生きますか、あなたはどう生きますか。このフランクルの言葉に耳を傾けるべき時に来てるんじゃないかなとこういう気がします。1942年の9月37歳の時にナチスに、まあ、連行されてると、どんな人が死ぬのか、収容所でどんな人が先に死んでたかというと、実は1944年の12月から1月にかけて、まあ、たくさんの人が、まあ、死んだということなんです。で、これはなぜかというと、クリスマスには、まあ、恩赦のようなものが出て家に帰れるんじゃないかという噂がですね、収容所にこう立ち込めていったと。で、それを信じていた人たちがそれが失望に変わった時に、その精神的ショックによって死んでいったと。彼はこんなことを言ってますね。根拠なき希望は有害ですら、そしてもう一つはですね、意外と繊細でビクビクしている人の方が収容所の生活によく耐えた。そして大胆で素やな人の方から死んでいったと。こんなことを言ってます。なので結構ですね、ビクビクしながら、こう自分は弱い人間だと。自分を悲観しながら生きていく人の方がですね、まあ、かえって長生きしてるじゃないかということに気がつくわけですね。これはね、壮大なね、収容所における彼の、まあ、生きた実験だと思います。そうすると、人生の真実っていうのは、楽観できたから幸せになるかっていうと、必ずしも、まあ、そうではないわけです。まあ、実際に6600万年前、南米ユカタン半島に、小惑星が、まあ、直径10キロか15キロの小惑星がこう激突したわけです。それによってですね、大型恐竜が、まあ、絶滅していったんです。つまり幅を利かせていたすごく強力な生命から先に死んでいくんです。そして重さが 400g もないような哺乳類、まあ、ネズミのようなものですね。これが生き延びていくんですね。つまりネズミはですね、自分の分に合った生き方を細々としていった。皮肉なことに、その小さな方がこの大災害を生き延びたんです。そんなことを考えるとですね、楽観とか悲観というね、一括りにできないんじゃないかな。もしかしたらそれに代わる哲学が必要なのではないかと。意外とね、古来から言われている般若心経というのがあるんですけれども、この般若心経って結構面白いなと最近思い始めてるわけですね。で、この般若心経的な世界観というのを持つと、悲観主義とか楽観主義をですね、乗り越えていくことができるかもしれない。で、まあ、若干ですね、般若心経、まあ、通常の解釈とは違うですね、
私なりの解釈をですね、加えてみたいと。うん、まあ、色即是空なる言葉がありまして、これは、色というものと空というですね、まあ、色というのは目に見えるとかある、空というのはないという言葉なんですね。全く矛盾する、全然違う言葉がですね、実は同じだというふうに説かれてあるわけなんですね。で、これを少し拡大解釈しました。そうすると、人間の知識に限って言うと、自分たちが知っていること、そして空というのは知らないこと。まあ、この知っていることも知らないことも、大きな意味で、知の中にある。だから自分はこういうことは知ってるけど、こういうことは知りません。というふうに言い切ることができたら、それは知ってることも知らないことも含めて知ってると。ですから、私が解釈する色即是空っていうのは、両方ともですね、包んでいくという発想なんですよ。その色も空も含めて全部が空、大きな空ですよ。しかもそれは自分自身ですよと。自分が知ってる自分が色で、自分が知らない自分が空なんです。そうすると、こんなに、直面したときはですね、自分も知らない自分にチャレンジする人がある。自分も知らない自分に問いかける。これは自分だけじゃなくて他人もそうなんですよね。そうするとね、自分も知らない自分、自分も知らない相手、相手も知らない相手ですよね。これを開発しなきゃいけないんですよ。まあそんな中で、まあそういうこう破壊的イノベーションが生まれやすいような、土壌を作るためには、先ほどニュートンが指摘したように、この世は作用と反作用でできてるんですよ。ということはどういうことかというと、学校に行けっていうと、行きたくないという気持ちが反作用で生まれるということですね。だから、作用と反作用は、単に力学上の問題だけじゃなくて、人の心理の中で実際起きてるんです。だから、表面的に物理学の法則として起きるんじゃなくて、広く人間の心の中にも起きてることなんですよね。これをですね、ヨーガの世界では惰性という。惰性。惰性こそまさしく感性ですね。惰性は動性というプロセスを経て、そして明るい明性というか、光に到達すると。まあ、こんなふうに私は、まあ、解釈してるわけなんですけども、三つの属性でできてると。宇宙はですね。そして宇宙は惰性でできてる。この惰性について詳しく述べたのがニュートンで、その中で一番重要なのが作用と反作用。そうするとですね、ニュートンはすごいですね。この世は作用と反作用でできてるから、その罠にかからないようにしようね。例えば、学校に行ってほしいけど、行かなくてもいいんだよ。というふうにですね、あらかじめ作用と反作用を自分で包容した状態で相手に投げかけるとですね、単なる選択肢の一つになる。そして自由でおおらかな、色即是空の色も空も超えた大きな空の境地になってですね、自分自身にも、逆らう可能性を許してあげるということなんですね。まあ、この世の中っていうのはそんな風にニュートンが洞察したように、作用と反作用でできてます、ね。これから作用の文明が反作用という現象によってうまく機能してないわけなんですよ。この状態を抜け切ろうとしたら、作用でもない、反作用でもないものを私たちが身につける必要があると。そういう形で、作用と反作用を両方包摂していくのが、まあ、後藤秀一流の般若心経の解釈であります。ここから、新しい、希望が生まれてですね、必ず人類は乗り越えていくんです。絶好の、千載一遇のチャンスが来てるのではないかと。汽笛を聞きながらとあって、これ聞きながら、憎しみと恨みを乗り越えていった。いや、ここで俺が大したかな。こう人間の奴隷を作らんと思って。恨みをどうやって祈りに変えるかっていう。ね、そこから私の人生が怒りを勇気に、悔しさを包容力に、涙を優しさに変えてみせると。こうやって天地に決意するんですよ。そこから後藤秀一の人生が始まる。